何のお暇、星1。自分の価値観を伝えられない、自己保身のために空気を読むことに必死、という御しやすい美人なのでモラハラホイホイとなっている。そんな相対的評価と相対的幸福こそが勝ち組だと思う認知バイアスにどっぷり使った自分を見失った主人公のメスは自分が唯一持っている最強の手札である顔の良い仕事のできる最上級モラハラ枯れピッピが唯一の切り札だったがそのモラハラに耐えられなくなって、会社を辞めてニートを始めるというシナリオ。この漫画は自分の価値観を表現できない、外見でしか物事を推し量れない、毒親に育てられた優柔不断のメスが、自分の価値観や好き嫌いを見つめ直すというメス文学作品であり、クズのモラハラ枯れピッピも実は逆走君でいいやつなんだよといった描き方をしているので震えが止まらない。ぶっちゃけお見合いのクズカップルなんだけど、主人公はそんな底辺から抜け出すために必死に頑張っているので、だからこの後このモラハラと再び付き合うなんて展開があったら、まるで成長していない。になっちゃうからオス向けの作品じゃないので、とりわけメスの胸クソマウンティング描写がクソ出てくるからオス向けじゃないし、あんこがトゲトゲした時に読んではダメっていう、 SNS は害悪しかないから消しましょうって感じのある意味文芸漫画。害悪の表現がクソ上手なので、だからこうならないようにしましょうって意味ではとても良い反面教師漫画なので、つまらないわけじゃないので、自分の好き嫌いに素直になる、 SNS や害悪な人間関係を全部切る、好きな仕事を始めるってことをするだけで人生変わるんだけどね。